はいどうも、坂地部です。今シーズン、高卒2年目ながら大野選手や柳選手以上の安定感を見せている高橋宏斗選手。そんな高橋選手の今シーズンのこれまでの成績と、歴代の高卒投手で日本球界を代表する選手たちの2年目の成績を比較した結果、高橋選手が凄すぎるということが分かったので紹介していきたいと思います。今回はこちらの高卒投手たちの2年目の成績と比較していきたいと思います。その他にも、素晴らしい成績を残している高卒投手たちはたくさんいますが、今回はこちらの選手に絞って比較していきます。まず、今シーズンの高橋選手の成績ですが、現時点でこのようになっています。打線の援護に恵まれず、勝ち星こそ6にとどまっていますが、防御率 2.26 と抜群の安定感を誇っています。また、規定投球回には未達ながら、奪三振の数は巨人戸郷選手、中日小笠原選手に次いでリーグ3位となっています。そして、1イニングにどれだけのランナーを出すかを示す WHIP は 1.00 であり、1.30 ほどで平均、1.00 以下であれば非常に優れていると言われ、高橋選手はすでにエース級の成績を残していると言えると思います。また、被打率は1割8分6厘であり、セリーグで今シーズン100イニング以上投げている投手の中で唯一2割を切っています。では、そんな高橋選手と、まずは現役日本人でナンバーワン投手とも言える、ダルビッシュ有選手の高卒2年目での成績を比較してみましょう。ダルビッシュ選手は、2年目の2006年シーズン12勝を挙げており、5月30日以降は負けなしの10連勝を果たしています。そして、約150イニングを投げ、防御率 2.89 と、さすがの成績を残しています。後に、日米通算3000奪三振を達成するダルビッシュ選手ですが、そんなダルビッシュ選手と比較してみると、高橋選手の奪三振数がいかに多いかがわかるでしょう。イニング数こそ下回るものの、その他の成績もダルビッシュ選手と比べて遜色ないと言えると思います。続いては、前田健太選手との比較になります。前田選手はこの年、プロ初先発を果たすと、チーム2位の9勝を挙げています。高卒2年目ながら、チームの中心選手として活躍しました。登板数、投球イニングがほぼ同じである高橋選手と前田選手ですが、単純な成績の比較では、高橋選手がより優れた成績を残していると言えるでしょう。また、今シーズン開幕前に高橋選手の映像を見た前田選手が、Twitter で高橋選手を褒めていたことも話題になりました。続いては、菊池雄星選手との比較です。菊池選手は2011年10試合に登板した中で2試合に完投しました。後に160キロ近いまっすぐを投げる菊池選手ですが、左肩の炎症等の影響もあり、プロ入り後は2年間、まっすぐの最速が150キロにも到達していませんでした。そのためか、2年目時点では抜きん出た成績というわけではなく、この時点では高橋選手は菊池選手以上の成績を残しています。続いて、現役メジャーリーガーの選手として最後に大谷翔平選手の2年目成績と比較します。大谷選手はこの年、当時、日本人史上最速タイの161キロを記録し、オールスターでは162キロもマークしました。また、1試合に2本塁打を放った4日後の試合で、1試合16奪三振を達成するなど、二刀流として大活躍しました。高卒2年目にして150イニング以上を投げ、防御率 2.61 で11勝を達成するだけでも怪物級であるのにもかかわらず、打者としても2桁本塁打を記録している大谷選手、やはり規格外です。それでも、そんな大谷選手の投手成績と比べてみると、高橋選手も十分怪物級だと言えると思います。いずれ、投手大谷以上の選手になるポテンシャルを高橋選手は秘めていると思います。ここまで、高卒でプロ入りし、現役メジャーリーガーとして活躍している選手たちと比較してきました。ここからは、NPB で活躍する高卒選手たちと比較していきたいと思います。まずは、メジャーリーグでも活躍し、現役の中で最も200勝に近い、田中将大選手との比較になります。高卒1年目から規定投球回に到達した田中選手は、2年目も170イニング以上を投げています。奪三振も1年目から2年連続で150以上を記録しています。ただ、防御率等の数字を見ると高橋選手の方が優れていると言えるでしょう。来シーズン以降、田中選手のように登板数、投球イニングが増えていった中でも同じような成績を残せるかどうか注目していきたいと思います。続いては、通算150勝以上を達成している涌井選手になります。開幕ローテーション入りを果たし、12勝を挙げ、プロ初完封も記録しています。また、完投数8はリーグ3位タイであり、長いイニングを投げながら防御率 3.24 という成績を残しています。田中選手と比較した時のように、防御率等の数字だけを見ると高橋選手の方が優れているとも言えますが、涌井選手と同じ登板数、イニング数になった時に同じぐらいの成績を残せるかどうかが重要になってくると思います。そして、涌井選手は単年の成績以上に、長い年数大きな怪我なく活躍を続けていることも高く評価されています。高橋選手も涌井選手のように長く活躍できる投手となってくれることを期待しましょう。続いては千賀選手との比較ですが、千賀選手は育成として入団し、2年目に支配下登録を果たしました。
2年目は2試合の登板にとどまっているため、支配下登録の2年目、プロとしては高卒3年目の成績と比較したいと思います。現在は先発として活躍する千賀選手ですが、この年は主にリリーフとして登板しました。イニング数を大きく上回る数の三振を奪っており、奪三振率は 13.58 という驚異的な数字を残し、27試合連続無失点も記録しました。高橋選手は先発であり、単純比較はできませんが、千賀選手、さすがの成績と言えるでしょう。逆に言えば、先発としてリリーフの千賀選手以上の防御率、WHIP、被打率を記録している高橋選手も素晴らしいと言えるでしょう。24歳でありながら、すでに NPB ナンバーワン投手と言われ、メジャーからも注目されている山本由伸選手です。山本選手も2年目は3年目の千賀選手のようにリリーフとして素晴らしい成績を残しています。リーグ2位の36ホールドポイントをマークし、50試合以上に登板した上で防御率2点台、WHIP 1.06 と抜群の安定感を誇りました。奪三振こそ千賀選手の3年目よりは少ないものの、その他の成績は千賀選手と同等の成績を残しています。高橋選手はネクスト山本由伸とも言われており、今後山本選手のように球界を代表する選手となってくれることを期待したいですし、この成績を見てもそうなる可能性は十分にあると言えると思います。ここからは4年目以内でありながら活躍している4人の選手たちと比較していきます。まずは、すでに巨人のエースとも言われ始めている戸郷選手です。戸郷選手は三振を奪う能力が高く、今シーズンもリーグトップの奪三振数をマーク。2年目の2020年は巨人では桑田選手以来となる開幕ローテーション入りを果たすと、開幕3連勝を記録しました。シーズン後半で調子を落とし、2桁勝利こそ逃しましたが、9勝を挙げました。高卒2年目としては申し分ない成績を残した戸郷選手ですが、高橋選手はそれよりもワンランク上の成績を残していると思います。今シーズンは奪三振王のタイトルを戸郷選手が取る可能性が高いですが、来シーズン以降は高橋選手がタイトルを取ってくれることでしょう。続いて、昨シーズンオリックス25年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した宮城選手との比較になります。戸郷選手と同様に高卒2年目ながら開幕ローテーション入りを果たした宮城選手。開幕5連勝を達成するとオールスターを迎える段階で8勝1敗、防御率 1.93 という好成績を残しました。9月以降若干成績を落としましたが、それでもシーズンで13勝を挙げました。防御率も 2.51、WHIP は 1.07 と文句のつけようがない成績です。高橋選手と比較すると打線の問題もあるのでどうしようもない部分はありますが、勝ち星の差が目立ってしまいます。それでもそれ以外の成績は宮城選手に匹敵するほどと言えるでしょう。続いて、こちらも昨シーズン、チームのリーグ優勝に貢献した奥川選手との比較です。奥川選手は、今シーズンの高橋選手と似た起用法で、主に中10日で登板しました。奥川選手も良い成績を残しましたが、高橋選手は勝敗を除いてそれ以上の結果を出しています。コンディショニング不良により、今シーズンはほとんど登板していない奥川選手。高橋選手も怪我等には気をつけてほしいと思います。続いて、宮城選手、奥川選手と同級生で、今シーズン最もインパクトを残している佐々木朗希選手との比較です。佐々木選手は、登板数こそ高橋選手より少ないものの、防御率 2.27 であり、三振もイニング数以上の数を奪っています。今シーズンは完全試合や1試合19奪三振の記録を達成した佐々木選手ですが、高橋選手も2試合連続7イニングを1安打に抑える好投をするなど、来シーズン以降、完全試合やノーヒットノーランを記録する可能性も十分にあると思います。以上、現役の高卒投手たちと比較してきました。全員分の成績を並べるとこのようになります。高橋選手の成績の横に、これらの選手の中での順位を書いています。防御率、WHIP で1位、奪三振率、被打率で2位であり、これらの大投手と比較しても、高橋選手の今シーズンの成績がかなり優れていることがわかると思います。高橋選手もこれらの投手以上にこれから活躍してくれることでしょう。また、参考までに OB 選手にはなりますが、桑田真澄選手の2年目成績と比較してみました。桑田選手は高卒2年目にして防御率 2.17、15勝を記録し、イニング数も200イニング以上を投げ、最優秀防御率や沢村賞を獲得しました。高橋選手の今シーズンの成績がすごいということを言ってきましたが、桑田選手の成績はそれ以上にヤバいものでした。ただ、高橋選手もいずれ沢村賞を獲得するほどのピッチャーになってくれることでしょう。ファンとして期待しています。本日の動画は以上になります。今後もこういった動画を上げていきますので、よろしければまた見に来てください。それではまた。